最近は辛抱強さを持っているが、ドジャース、大谷翔平投手は残り23試合で前人未到の50塁打&50盗塁、50から50へ挑む。ここまでリーグ最多44塁打を放ち、46盗塁をマーク。地区優勝争い、ポストシーズン争いも佳境に入る中で、打席での辛抱強さが偉業達成の鍵となりそうだ。3日、日時間4日の敵地、エンゼルス戦の延長10回に死2塁、大谷は申告敬遠で勝負を避けられた。2番にベッツがいるのにもかかわらずだ。結果的にはベッツが左越え3ランを浴びせたが、他球団の死球攻めへの対応が塁打を生む鍵となる。無理にボール球を振って決めに行くようであれば、調子を落としていくのは目に見えている。この日、ロバーツ監督も対戦相手は翔平に打たれない、勝負を避けるようにする。最近は辛抱強さを持っているが、チームメイトを信じ続けるかは彼次第だと話した。エンゼルス時代は、トラウト、レンドンら強打者が戦線離脱。昨季は21敬遠と勝負を避けられてきた。ベッツ、フリーマンらがいるドジャースでは、ここまで9敬遠と減ってきたが、この日、エンゼルスのワシントン監督が、いつだって野球で判断を下すときは、50から50だ。敬遠は、自分がすべきだと思う判断を下すと話したように、これから敬遠が増える可能性もゼロじゃない。勝負を避けられる中で、どう結果を残すかも、偉業達成のキーポイントとなる。フルカウント編集部。